こんにちは。速下塾の久保でございます。今回ね、また痛ましい事件が起きてしまいました。1歳の女の子なんですけども、まあ、50前のおばあちゃんですね。私の同い年ですね。おばあちゃんの車にひかれてお亡くなりになったということでございます。で、このね、おばあちゃんなんですけども、自宅の敷地内で車で移動させようと思ってね、エンジンをかけてアクセル踏んだんでしょうね。おそらく運転も 慣れている方いえす車を進めると自分のお孫さんがその車の下敷きになってしまったということで2時間後に死亡が確認されたとほぼ即死だったんではないかなというところですけどもこの女性は買い物に出かけようと思ったところで前方にいたその女の子に気づかなかった。 とととといいいいううここででででですねプールで遊んんると思っていたということらしいんですよ、まあ、こ事の詳細はこの記事からは分かりませんけども、まあ、おそらくね、えー、お母さんがいらっしゃってお母さんとこのお子さん1歳の女の子がね、えー、自宅のプールで遊んでいるところちょっと行ってくるねみたいな感じで何か頼まれ事がなんかでね夕食のおかずかなんかを買いにこの女性が行くところだったんでしょう。 でそこに、えー、おそらくいろんな偶然が重なったことが考えられます詳細はまだ分かりませんので私が想像するところなんですけどもこの1歳の女の子はね、えー、そんなにあの早くは走れないと思いますけども、えー、大好きなおばあちゃんが出かけていくってことでお見送りに行こうと思ったのかもしれませんねプールから出て急いで車の方に駆け寄っていったんではなかろうかと思いますその時一緒にいるはずのお母さんがちょっと席を外していたのかどうなのか分かりませんけども想像するにですよ そんないろんな不幸な偶然が重なって、こういうことになってしまったんじゃないかなと思うんですよ。まあですね、で本当にね、何度も何度も確認して、何度も何度も確かめて、そして安全には安全を重ねてですね、一歳の女の子、うん、車がどんなに危険なものかわかりませんし、車の鍵に隠れちゃえばもうわかりませんからね。それから、すごくね、まあ、 悲惨な想像をしなければなりませんけども一切のこう車で引いてもね気づかない場合があるんですよあれなんか石に当たったかなぐらいのものなんですよねで降りて確認したら、まあ、変わり果てた姿がいるということでまあ本当にこの何とも言えないような事件ですよねこのお母さんにしても決して悪気があったわけではないと思いますし事故が起きやすい状況を作ったわけでも何でもなくってまさかこんなことあっていうね 夢でもも見見ててるるよよううなな気気持持ちちだったんではなかろうかと思いますですぐにね、えー、消防などに連絡して対処をしたけれども2時間後に死亡が確認されたっていうことで本当にね一刻も早く命さえ助かればという思いでいろいろと動かれたご家族の姿が目に浮かぶわけなんですけどもね、えー、本当にこういう事件っていうのは後を絶たないわけです。で私ねねよくね車の中に 小ささいいいお子んんをににしてししててまうっていううっのはこれね、もう本当ババカバカしいなと思うんですよこういうい風な事件っていうのはでも今回のっていうのはその安全管理がね不十分だったわけでも何でもなく日常生活の中に潜む不幸な偶然の重なり合いで起きてしまったんではなかろうかということでね誰も責めることができないけどもでも家族の関係ってのは本当に面白くないものになってしまってねこの、まあ、おばあちゃん49歳私と同い年ですよ。 これからまだまだ長い人生がある中で。まあ一生ね、悔いてしまうんではないかなと、せっかく生まれた。一切の命ですよ。昨年生まれた時には、このおばあちゃんもね。その。泣き顔を見ながら。涙を流して喜んだはずなんですよ。いや、想像するに、本当に。辛い事件です。まあ、せめてね。あの。せめて。安らかに。この。女の子には。 はい。えー、過ごしてもらいたいというか、まあそんなことはできないかもしれませんけどもね。なんともかける言葉がないですね、これはね。はい、えそれでは、あのー、私もね、身を引き締めて、本当に安全に、満心することなく、これからも過ごしていきたいと思います。失礼します。